ああ、このパーティー勝てたら本物でしょう。いや、このパーティーに勝てたら本物だと認めてくれ。はい、どうもこんばんは、ライバロリーです。今日は第5回ウルトラグラカップっていう、まあ、性犯罪者のグラさんが開いてるポケモンの大会に参加していくわけなんですけど、まあ、僕のパーティーを見てください。まあ、目標はね、勝ち越し。この大会、マックス対戦回数10なんですけど、6勝4敗を目指してやっていこうと思います。まあ、多分いけると思うんですよね。ということで、初戦の相手のヤトさん、対戦よろしくお願いします。まあ、これ迷いますけど、相手のポケモンを見る限り、僕のゴンベを一撃で落とせるポケモンがいないんですよね。だから、初手ゴンベ、ナットレイがこれ、ステルスロック持ってたら多分初手に出てくるんだよな。ゴンベ、リオル。で、そのゴンベの性能を一番活かせるトリックルーム使えるデスマスかな。この寝室で対戦よろしくお願いします。ちょっと喉が渇いたので、美味しい水、天然水を。飲んでいこうと思います。まあ本当はレートでやろうと思ったんですけど、僕意外と今レートが高いんで、なんか捨てるような行動したくなくて、ちょっと逃げの一手ではありますけど、グラスの仲間大会を利用させてもらおうかなという、そういう魂胆でございます。ナットレー、はいはいはい。まあ読み通りですよ、これは。相手多分、頑丈とか僕のパーティー多いんで、ステルスロックを巻きたいなと思って、多分初手にナットレーを投げてきたと、まあ思うんですよね。だけど、このゴンベは炎のパンチを持ってる。しかもこだわりハチマキを持っている。消し飛べ。まあいいでしょう。いや、よくねえよ。よくねえよ。よくないんだよな。落とせると思ったんですけどね。あ、無理か。ハチマキ持ってても無理なのか。まあ、炎のパンチ連打で。まあ、相手的には多分もうナットレいらないと思うんで。まあ、炎のパンチ連打で突っ込んでいく。問題はここからだな。この炎のパンチの火力を見て、ハチマキだということがバレてるのかどうか、ちょっと怖いところではありますけど。メタグロス？いや。メタグロスこれあれなんだけど、ゴンベ絶対一撃で落とせる技ないんだけど、アームハンマーがあれば話は別ですけど、ラスト誰だろうな。わからんな、これ相手のラスト。わからん。一回炎のパンチで突っ込むのはあり。いや、ここは早めに交代するか。うん。グロスはこいつで完封できます。まあ、一応アームハンマーの可能性もあるんで、あ、ちょっとちなみに今日かなり真剣なんで。言っとくけど、パーティーはネタですけど、僕の思考はガチなんでね。ああついてきてくださいね、僕の説明にちゃんと。メガメタグロス。まだこの状況だとどっちが有利とも言い難い。アイアンヘッド。はいはいはい。で、触ったんで、これでミイラになるんですよ、相手のメタグロスが。で、相手のメタグロスの火力は落ちていく。ここはトリックルームかな。負け筋が1個だけあるんですけど、アイアンヘッドでここひるむってのが一番嫌なんですけど、正直もうそういう可能性僕側考慮してられないんで、もうひるまない前提で全部動いてくんで、トリックルーム張っていく。おい、なんで対戦ありがとうございました。あーでもこの人のパーティーはさっきに比べると優しい気がする。トリックルーム張れるポケモン、チャレムってトリックルーム張れんのかな。なんかリングマとか見たらやっぱトリッパー警戒するんですけど、トリックルーム覚えそうなポケモンがいないんで、まあ、あんま考えなくていいかな。どうしよう。チャレムめちゃくちゃ重いんですけど。いや、チャレム重いな。猫魂まで考えると対面でチャレムに勝てるポケモンがデスマスしかいないんですよね。初手プロトーガでいいや。プロトーガ裏、チャーレムはやっぱ警戒しなきゃいけないポケモンなんで、デスマスは挟まざるを得なくて、ラスト、あー、この感じだとコイルですかね。対戦よろしくお願いします。いい加減勝ちたいでござるよ。そろそろ勝たないと、もう見てる人も、あ、どうせこいつこのまま勝てなくて、このしょうもない対戦上げまくって終わるんだろうなっていう、そういう疑念を抱き始めてるやっぱ視聴者の人いるんで、そろそろ勝たないとまずいですよ。プテラ対面は悪くないですね。プテラでしょ。うん、全然悪くない。はいはいはい。これはむしろ出し勝ちと言ってもいいレベルではある。で、相手これプテラでしょ。こいつの攻撃を受けれるポケモンが、多分水技受けれるポケモンが多分存在しないんですよね。Z 使いましょう、もう。あの、アクアテイル外れる可能性あるし、別に相手の裏に Z 取っときたいポケモンいないんで。あー、ステルスロックか。なるほど。先にステルスロックマック作戦ね。頑丈助け。こういうクソマイオナ軍団、マジでステルスロックきついんですよね。
そのプロトーガもそうですけど、頑丈コイルプロトーガは頑丈に頼ってるし、リオルはタスキに頼ってるところがあるんで、持ち物依存なのがかなり、持ち物特性依存のところがかなり強いから、まあ、それをその計算を狂わせてくるステルスロックは本当に強いんですけど、あー、タスキか、まあいいや、プテラ先制技じゃないんで、ただここはアクアジェットでいいよね。別に交代されたとしても多分アクジェでいいはず。アクアジェットでぶっ飛ばしてけ、プテラ落とす。今のところこれで3対2、ザンポケ的にはこちらのアドバンテージがでかい。さらにプロトーガが頑丈残ってるのもかなりでかくて、猫騙しあったらめんどくさいやつだけど、プロトーガはどっちにしろ頑丈なくなってたら使い道ないので、切り気味に動いていいはず。はい、チャーレムメガ神器か。お、いいねいいねいいね、猫騙しない、いける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 、頑丈じゃなくても耐えていく赤テール。いやー、水ジェットこいつ用に取っときたかったな。だったら、まあ、赤ジェットで。あ、なんだこのチャーレム、バレパンもないのか。最後勝った。まあでもここでバレットパンチ確かに打つ必要性薄いもんな、持ってたとしても。んでデスマス出して、いやこれステルスロックが痛いのか。あ、ステロ痛いな、トリル。あ、これは耐えます。トリル張った後にデスマス攻撃技ないの、ここで響くか。まあ、呪いで早めに退場した方がいいから。お、引っ込める、これかなりありがたいですね。ヒーダルマ、いや勝った勝った勝った、いやこれはマジで勝った、これはマジで勝った。呪い、はい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 。でこれでトリルターンを無駄にせずに散っていく。で多分このヒヒダルマが変な振り方してなかったら、まあ、言うてこっちこだわりメガネですからね、コイル C 種族士かなり高いんですよ。だからメガネ控えめ C ぶっぱ10番で飛ばせると思うんだけど、飛べよー。オッケー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 、いや勝った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 。いやー、なんとかとりあえず一勝ね。うん、再生ありがとうございました。この一戦を反撃ののろしにしていきたいね。相手の初手確定でキノガッサだと思う。キノガッサ読みコイル、まあ、キノガッサ読みコイルってのもまあおかしな話なんですけど、いやキノガッサじゃないかもな、ガッサがカバなんですよね。いやガッサかな、さすがにコイルから入って、ステルスロックとか巻かれる可能性考えると、頑丈もタスキも使えないから裏こうかな。これでいきましょう。対戦よろしくお願いします。はい、対戦よろしくお願いします。ちょっと水を飲みます。コイル、希望はキノガッサ、ガッサ、さすがに奉仕だと思うんですよね。てか奉仕打ってくれ、来てくれないと僕勝ち目ないんですよ。理由がマップはもう無理だな寝言打とう。ここは奉仕ワンチャン博打でもう寝言を打つしかない。よし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 、はい、奉仕奉仕それ舐めてるから奉仕打ってくるよな、こんなやつ眠らすときオッケーだわみたいな感じで、それ奉仕打ってくるよな。はいはい、グーグー眠っている。寝言発動で、これは何が出てもキノガッサタスキラインまで多分持ってってくれると思いますね。目覚めるパワー、これはメガネなんで、はい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 。で相手次多分マッパなんですよね。まあ頑丈あるんでコイル一回突っ込んでもいいんですけど、いやここは突っ込まざるを得ないな、うん、寝言で、うん、確率的に見れば起きない可能性の方が高いんで、ここは寝言を押していこうと思います。マジで起きんなよ。よし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 、キノガッサ倒していく。このこういうパーティーキノガッサマジで重いんですけど、こういう形でキノガッサの対策をすることに成功しましたね。まあ、とりあえず初手読みを当ててって、思わけ通りキノガッサもきちんと撃破していって、問題はここからですね。うわ、ルカリオか。
特殊だったらマジできつい。交代します。もうインかぶってきてほしいな。素直にタスキ持ち連れてくるべきだったか。これ特殊レカリオとかで悪巧みされたらマジで負けレベルではある。はい、メガルカリオ物理だったらもっと楽なんですけど。うー皆さん悲しいお知らせがあります。いやー耐えてほしい。ルナーラさん対戦よろしくお願いします。あーこのパーティー勝てたら本物でしょう。いやこのパーティーに勝てたら本物だと認めてくれ。まあ多分ステルスロック巻き対番だから初手ランド読みかな。いやてか待って、これスイ君とかどうやって倒すんだ。いや初手ランド読みのステルスロック巻き対読みランド読みプロ等が裏コイルトリックルームであのランドロスを倒した後にコイル出してなんかうまいことやれば勝てそうな気がする。あー耐久ポケモンが多いな。耐久ポケモン出されやすいんですよね。その回復技連打されるだけで僕が結構もう一気に不利になるんで。いやむずこれちょっとむずすぎない。こうか対戦よろしくお願いします。初手ランデオミプロ等があとはトリックルームコイルに全てを託す。はい、対戦よろしくお願いします。ヒードラン、別にでもこれどっちかっていうと普通に出し勝ちなんですけど、ヒードランなんだ。いや別にこれ全然悪い対面じゃないぞ、うん、むしろ出し勝ちと言ってもいいぐらい。鬼火が若干うざいかなって感じ。水君いなかったらこれ多分水 Z 絶対通るんで。うわーちょっと待って待って待って、これさっきメタグロスにひるまされたからもう3割に泣くのはやだ。よーし OK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  とりあえずヒードラン突破。多分プロトーが相手に引いてこなかったってことはスイ君いないのかな。スイ君いないのか、それとも普通に殻を破るを警戒してこの動きだったのか分かんないけど、まあ、とりあえず今のところは悪くない。アクアスイ君やんスイ君いやスイ君おるやん。エッジかな。プロトーが、いや待ってよ考えるか。トリックルーム貼っておそらくランゾロスはいないのかな。ラスト誰だろうこれ。まあいいや交代しますか。いやまだワンチャンクッション用に使えるんで一旦交代します。多分熱湯だと思う。さすがに熱湯でしょ。あー身代わり、いや身代わりも別に悪くないぞ。残飯、うん、あートリルから入るしかないな。毒、あ毒か、いや毒だったら呪いから入るよかった。ちょっともったいないことしましたね。毒、毒身がマモとか。いや耐久型きついんだよなこの手のパーティーって。呪い一回スイ君流れないと結構きついよな。瞑想、オッケーオッケー、瞑想は悠長じゃない。オッケーオッケー、とりあえず呪い入れれたのは結構でかくて、瞑想をてかどういう技構成してんだ。瞑想身代わり独特熱湯ってこと。すごい技構成してるな。いや次マジで熱湯打ってきてくれたらかなりアドなんだけど。道連れ、ちょ頼む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 、ここ落ちていい、ここ落ちていいから、マジでここ落ちていい、熱湯打って、ちょ死ね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 、デスマス死んで、お願いお願い、デスマス死んで、よーしオッケー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 、いける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 、はいはいはい、スイ君道連れにしていく。でトリックルームターンも十分にある。あとはコイルで勝てるやつかどうか。いけ、陰キャ、かぐやこれ、かぐやでしょ、よーし
ヒードランスイ君あれなんですけど、てっかけあの順伝3匹に勝っていく火炎放射てかすあれなのかい、トリックルームがだとそっちの方が早いんかい。ただこれは頑丈できっちり耐えていって吸収に当たっていく、頑丈で耐えていく、やけどしなければ OK、 メガネ10番だからてっかけも多分飛ばせる。えいやでも大丈夫なはず。待てよ、トリル張っちゃってるせいでちょっと負けそうなんですけど、トリル切らさないといけないんで一旦交代します。おっしゃー、であと身代わりさえ張られなかったら勝てそうかな。あ、一番警戒しなきゃいけないのはこの陰キャの身代わりなんで、いや、めちゃ嬉しい、この勝利は。